はい、皆さん、こんばんは。はい、ということで、本日ですね、ライジン48のーカード発表記者会見がありましてですね、えー、びっくりしましたね。もう私の階級のフライ級、シューのチャンピオン、荒井城選手、対するはなんと、私が8年前のタフでの1回戦で戦ったですね、えー、まあ、友人と言っていいのかな。 まあかなり仲良かったんですけど、ズール、ムカズムール・ズールですね、えー、ズールボーイという。 えー、ニックネームで呼ばれてましたが、えー、がなんと戦うと、ライジンで戦うということで、ま,あ、まさか、あ,あの、8年の時を経て、ズールと同じ舞台で、に立つことが、まあ、同じ大会ではないですけど、まあね、えー、立つことになるとはね、思いもしなかったんですけども、まあライジョー選手強いですから、え、ズールも打撃系、サウスポーの打撃系ですね、前蹴りが、 特に私の中で、えー、強いイメージがあります。えーまあ、対する荒井城選手背が低くて、えーまああ、フック系が強いですね、まあ。相性的にあんまり良くない気もしますが、あまあ、また後日ですね、えー、勝敗予想していきたいなとう思います。えー、他には、えー、大田くん対元谷選手の2、再戦ということで、1年、2年ぶりかなの再戦ということで、 これもまた大田くんあの頃の倍以上多分強くなっていると思うんで、えー、とても楽しみな試合。そして、えー、まあ、うちのジムに今年の3月までいたのかな。で、JTT に移籍した秋元京馬がなんと金太郎選手と、えー、戦うということで、これも楽しみです。京馬もとても強,強いので、えー、まあ JTT に行ってさらに打撃がきっと強くなっていると思うんでね。 えー、この試合も楽しみで、えー、ありますし、佐藤昌光選手対牛久選手、あと八千選手対、えー、宇佐美パトリック選手とかですね、えー、とても楽しみなあーカードがー追加されておりました。そして、えー、うちのジムからは朝倉勘奈が引退試合、えー、出ますのでですね、えー、ぜひ皆様応援していただければ嬉しいかなと、そういうふうに思っております。えー、9月29日、 えですね。えー、これからそちらの勝敗予想、今のところ小木チャンネルで、えー、サトシ対グスタボの勝敗予想だけかな今出してるのは。えー、こ,こからどんどん他のカードの勝敗予想など、展開予想だのね、えー、小木チャンネルの方で出していきたいなと思っているので、えー、そちらの方も見ていただければ嬉しいかなと、そういうふうに思っております。はい、ということで、えー、本日も皆様ご視聴ありがとうございました。